天皇塚古墳は、和歌山県和歌山敷地霊、下和紗にある古墳。形状は、前方公園墳。岩八千塚古墳群を構成する古墳の一つ。和歌山県では、最大規模の古墳で、6世紀中央頃の築造と、推定される。全国、第2位の高さを測る、横穴式石室が知られる。和歌山県北西部、 木の川川口部の和歌山平野の岩橋3階に映像された岩橋仙塚古墳群のうち3階最高所に築造された古墳で古墳群中では墳球、石室とも最大規模の古墳である。これまでに1964年及び2015年度以降に発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を正方に向ける。 噴球は2段築成。噴球長は88メートルを測り、和歌山県では最大規模になる。噴球表面で不きし、埴輪は検出されておらず、作りで気断の外表施設も認められていない。主体部の埋葬施設は、公園部における両袖式横穴式石室で南方に開口する。特に石室高さが5.9メートルと非常に高く、全国では、 第2位の規模になる。出土品としては、聖域、玉類、ガラス小玉、バグ、鉄属などが検出されている。この天皇塚古墳は、古墳時代後期の6世紀中央頃の築造と推定される。当時は、全国的にも大型古墳の築造が減少する時期で、あるため、築造の背景として、古代豪族の騎士の繁栄の様子が指摘される。 古墳域は2016年に国の特別史跡岩橋千塚古墳群に追加指定されている。古墳の規模は次の通り。墳球の構築は一段目の大部分においては岩盤成形により、二段目以上においては盛土による。盛土は地山の削り出しによるとされ、盛土中に弥生時代の土器、石器が認められることから山頂付近では、 弥生時代に集落が存在したと推測される。また、墳丘全体として不起石し、作りで、気段、集合、埴輪を伴わないという時代が下る時期の特色を示す。石室原出情報作用に、天井石。手前の左右側壁に、多くの石猟が渡される。主体部の埋葬施設は、両袖式横穴式石室である。公園部において構築され、 南方に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は結晶片岩原室には石田が2枚、石量8本を伴い、岩橋仙塚古墳群でよく見られる、岩橋型横穴式石室になる。原室は岩盤状に構築され、岩盤床面では中央部、両側壁側に排水溝が形成される。この排水溝は沿道を通って、 分球街まで続く。また原質床面には、遺体死が散在する。石室は、洞窟にあっているが、1964年調査及び2017年度調査の際に、石室内の副装品として、玉類、鉄製品、水液などが検出されている。注釈出典。ありがとうございます。